最初にね、これでちょっと表彰の方とかがあるんですけど、そちらをミーティングの前にやりたいと思うんで、山下会長、まず一言、はいはい、よろしくお願いします。おはようございます。いつも頑張っていただいてありがとうございます。特にあのこの芦ノ湖では漁業組合をはじめ山井君とか、また運営の皆さん方もですね、一生懸命、協力いただいて、非常にそのトーナメント会場とすれば、皆さん集まりにくい場所だと思いますが、こうしてたくさんの皆さん方がですね、一緒に競い合うということは、非常に素晴らしいことだと思います。私も全国歩いてまして、やっぱり条件の悪いところも他にもたくさんあります。でも一生懸命みんなやってます。それは何かというと、運営側とまた地元の人たちが一体となってやっていただいているということだと私は思います。そういう中で、私は箱根というのは非常に川口と近いところに興味あるんです。この箱根の箱根町の素晴らしさというのはですね、一番思うことはまずコンビニが少ないこと、ファミレスがないこと。これはですね、今我々川口湖のことを考え、川口すべてオープンです。たくさんのホテルもできてます。コンビニもファミレスも、まあ、あの狭いところであのくらいできるかっていう、皆さんもご存知でたくさんできてます。ですから地元の人たちは全部衰退してます。本当に地元の人たちはもう、だからここ私も通ってもシャッター通りって言われるところないじゃないですか。みんなお店開けてる。ところがどこの地域に行ってもお店を閉めて、シャッター閉めっぱなしってところはほとんどです。これは箱根町の私は一番素晴らしいところだと思います。これが一つの狙いになりました。ですからこれが5年私が歩いたその中では相当気候改革いたします。でやっぱり中心がシャッターの皆さんである。皆さんが一生懸命やってみれば新しい人も出ます。なぜ私がその狙ってるかというと、ちょうどバスブームが20年くらい前にあった時、その時トーナメントに出ていた人たちがの子供が中学高校大学くらいの人が多いんです。その人たちがだんだんとチャプタートーナメントに出始めました。そういう時代でまたここで少し広がります。だから頑張るべきだと私は思っています。どうか皆さん長い時間いただいてありがとうございました。よろしくお願いします。に移りたいと思います。芦ノ湖漁業協同組合の連組合長福井達也さんです。はい、どうも大変お世話になってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。山下会長、この朝早くからお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。やはりね、トップの山下会長はやっぱこれだけ具体的な将来のビジョンを持ってらっしゃるという今の挨拶を聞いてて、この団体がここまで生き残ってまた反映してきた秘訣っていうの、秘密っていうんですかね、それを朝からすごい実感した次第でございます。今後も芦ノ湖、バスフィッシング発祥の地としてその自負を持ってこれからも頑張っていきますので、皆さんどうか我々のことを面倒見てください。花川チャプター会長はい、どうぞ。どうも協力いただいてありがとうございます。よろしくお願いします。今年から会長をやらさせてもらってるんですが、全くわからない状態、周りのサポートがあってここまで来ます。皆さんにご迷惑これからもおかけすると思いますが、ご協力お願いいたします。ありがとうございます。いきますよ。大きい声で、はい、いきますよ。ゴーゴーFBC。 はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。こんばんは、松本さん。はい、どうも。23番、工藤さん。